数字マックスでーす。またレゴをね、買ってしまったんですね。この間 X-Wing Fighter を買ってからちょっとね、もうスターウォーズ買っちゃおうと思って買っちゃいました。これを買ったんですね。タイインターセプターとデススター。デススター、キョロ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 、デススターがキョロキョロしてる。敵どこ来た、どこ花軍どこ。そんなデススターはありませんけども、デススターだよ、かっこいいよ。パッケージからね、はみ出してるんです。はみ出すデススターですよ。デススターを吊り下げて遊べますよと、お部屋のインテリアになりますと。作ってみるぜ。説明書、インストラクション。このデススターの中にタイインターセプターが入ってるというわけだ。これデススター、これあれができるな。はい、これこの間作った X-Wing Fighter ですね。これこう翼を閉じてね、こうね飛んでるわけだ。そうするとデススターが見えた。さあ攻撃を開け、クイユー。攻撃対戦になってですね、デススターがこう来ると、キエー。あー、いいね。ちょっと遊んじゃったけど、作るよ今から。パコン、全体的に黒いよ。パイロット、できました。タイインターセプターとデススター。このデススターでね、感心したのはね、これね、真ん中にこう割れるんですけども、ここの部分をね、ちょっとルーズに作ってあるんです。これ、あの、X-Wing Fighter についていたヤビン4なんですけども、これヤビン4はね、こうやってパタッとつけると、こうピッチリここがついちゃうんです。ピッチリついちゃうように作られている。でもね、このデススターはね、こうつけるでしょ?つけると、わざとここがね、隙間ができるように作ってる。このデススターのこう特徴的な、この真ん中の、この溝、これ弱点部分ですね。この溝をちゃんと再現してるんですよ。しかも深い溝になるように再現してる。だからこっちの真ん中のね、この分かれるところをわざとちょっとこう隙間開くように作って再現してるんですね。これはすごい感心した。すごい。レゴすごい。これいいわ。レゴスターウォーズタイインターセプターとデススターでした。小さいけど、こういうのがいっぱいあるとスターウォーズ感が出るよね。デススターヒー。キュン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 。ヒー。